リフティング。リフティングできない。2回しか。どっちが先にリフティング連続5回できるか。5回。でも YouTube とか見てもいいし、なんかやり方検索しながら。3回で限度だと思う。ちょっとリフティングチャレンジやってみたいと思います。順番にやるんでしょ。いいですよ、はい、先に5回。5。ちょ、どうやってまずリフティングのねやり方をね、こんなずっとこんなねタコ対決しててもさ、まずリフティングのやり方を調べよう。まずさ、どこ落とすのか。3回ってね、コツはですね、ゴルフボールリフティングのコツはサンドウェッジのフェース前にボールを置いて落とさないように練習してみてください。で、保持することから始めましょう。それでポンポンから始めるんじゃないって言います。3回まずここでボールを保持することから。どういうこと。保持できたよ。できたよ。ここから始めましょう。それできた。4回できた。え、ちょっと待って、早くない？おおお、ちょっと保持できてきた。あ、できたじゃん。7回できた。何それ。保持したらできるようになった。できたじゃん。企画終わったじゃん。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画全然できない。なんでなんでできないんだ。おできた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 。ほじその話ここから5回。それできない。それ何？それ今の何？それ何？わかんない。わかんない。それバカっぽいよ。なんか思ったのと違ったけど5回なったよね今。じゃあやったかったの。リサちゃんとかよくやってるから。リサちゃんそんな感じなの？かっこいい5回やりたいよね。もうなんか楽勝ですみたいな。マグネじゃない。楽勝です。してないよ。動いてるから。楽勝です。なんかわかるかも。保持したらちょっとイメージがわかる。あ、違う。あ、違う。違う。あ、違う。なんかできそうな気がしてきた。気持ちだけ。ここに。なんかできそうよ。わ、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 わ。なってるけど保持ができない。こんな感じに見ない見ない。もっとバウンドしてちゃんと。あ、あった。あ、無理無理。一回上手い人見よう。上手い人分かる。できた。ちょ見てみこれ。まず保持の練習から。スーパー保持。保持からのなんかなんかなんか違うくない。なんでなんで。こんな感じ。4回で7回。1、2、3、4、5 向いてないボールリフティング。早いな。向いてない。お、長くできた長くできた長くできた。あー、もうちゃんと1、2、3、4。あー、手が当たる瞬間にブラブラするようになってきちゃった。保持できなくなった。じゃあクソ企画。クソ企画すぎる。まあ5回できちゃったからね。できた。結構早い段階で。これだけだ、ね、ただ手が痛い。このちょっと負傷をしちゃうと良くないんで。でも多分これリフティングやることね、ボールのねフェースに乗る感覚っていうかなんか大事だと思う、うん、ここは丸っこいウェッジすごい苦手とか、ここ丸っこいアイアン全部苦手だからいいんじゃない。
でした、勝った。え？7回を2回しました。はい。リフティングすごい。なんだこの動画はっていう。でもリフティングのコツ分かりましたら教えてください。教えてほしい。本当に毎日やれかもしれない、もしかしたら。なんか分かんないですけど、今動画見て何個かやったんですけど、とにかく保持するとちょっとイメージ湧きやすかったですけど、なんかこういう動かすの、こことか何を動かせばいいの、肩の足違うでしょ、肘、手首、ベースがどう、あ、手首いいかもしれない、なんか分かんない、とにかくアドバイスいただける、アドバイスいただけると嬉しいです。普通にできるようになってから撮りましょう。そうですね、はい、以上リフティング5回やってみたらなんかできたけど、ちょっとなんか違うっていう動画でした。コツあったら今度また皆さんのコメント参考にやってみたいと思うんで、コメントください。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。